こんばんは。皆さんこんばんは。ちょっと夜遅くの配信になってしまいましたが、よろしくお願いします。明日早いのでね、先にお風呂入っちゃいました。バイトから帰ってきて先にお風呂入ってって感じです。じゅんくん、まるちゃん、やちんちゃん、こんばんは。うん、きょんちゃん、こんばんは。かりん姫、ありがとう。じゅんくんもお祭りギフト、かりん姫もお祭りギフト、ありがとう。皆さんありがとうございます。おつたきさま、たくちゃんもありがとう。おつあり、今日も頑張った。まあやっぱ金曜日だからね、忙しかったって忙しかったんですけど、なんか今日は引きが早かったっすね。引きが早くてよかったなって思います。で、明日は朝早くからちょっとお出かけする予定なので、ちょっとしまおはようじゃない、こんばんは。ごめんね、夜遅くなっちゃって。リリョウチョンペちゃんもこんばんは。皆さんこんばんは。今日ね、なんと私が大好きなおたちゅうさんがね、なんとね、新しく西区の方で新潟本店をグランドオープンする予定なんですけども、そちらをね一足早くお邪魔させていただいて、今回 YouTube をね撮影させていただきました。全面ご協力でございます。またまたありがとうございます。前のね、前の YouTube のチャンネルでお邪魔させていただいたんですけど、あの黒崎の方の本店にまたね新しく大きくなってオープンするみたいで、そこにちょっとねお邪魔させていただきました。お声掛けいただいて嬉しいね。すごい嬉しかった、まあ、でも結構私はもうおたちゅうヘビーユーザーなんで、すごいこよなく愛しているのですごく嬉しいです。皆さんぜひお楽しみにしててください。
ドライヤーってね大変だよね。いかにもっと、なんかドライヤーってさ完璧に乾かないとすごい嫌なタイプなのね私。だから長いのかな。どれどれ。趣味が仕事になるわね、めちゃめちゃいいですよ趣味。ほんとゲーセンずっと通っててよかったなって思いますし、しかも私絶対オタチューに行くのですごい嬉しいです。おいっ子もオタチュー大好きっ子です。あ、ぜひぜひ。もうすぐオープンするので おいっ子連れてってあげてください。すごい大きくて楽しいですよ。ね、あの場所広いから超楽しい。めっちゃ広くて、そのね、なんかいろいろたくさんあるのでね、ぜひね、オタチュー新潟本店新しく間もなくオープンらしいので、皆さんぜひオープンした際には足を運んでください。ぜひオータキャッチ、ハッシュタグオータキャッチャーで撮ったものを私に自慢してください。マスルちゃんこんばんは、チョロンコちゃんこんばんは。でもね本当にね、なんかねイートインスペースとかもできてるし、ユーゴキャッチャー以外にイートインスペースとか、あとはいろんなガチャガチャがありますね。まあスタンダードで言うとやっぱ洋服のブランド服のガチャガチャとか、あとは人気のスニーカーガチャとか、あとはポケモンカードのガチャとか、まあ、遊戯王のガチャとか、いっぱいそういうのはいっぱいあると思うんですけど、他にもなんとおパンチュガチャとか、おパンチュガチャっておパンチュウシャギね、パンツが出てくるわけじゃないよ、おパンチュウサギガチャとかサンリオガチャとかいっぱいあります。中村大渡りちゃんもこんにちは。乾いたかな。
微妙だよ。すごい楽しかったよ、おたちゅう。やっぱ私おたちゅう好きなんだわ。おたちゅうさんもね、私がおたちゅう好きなのを知ってくださってるのが、またそこがすごい嬉しいですよね。それが本当に嬉しくて、すっごい何がキュッキュッキュッキュ言ってるのかな。炭酸水が言ってる。そこがね、お仕事につながるのはすごくやっぱり嬉しいなと思いますね。ずっと知っててくれるじゃん、おたちゅうさん。私がずっと通ってるのを 見ててくれてたのかな。もしかしたら後ろから、影から見守っててくれてたのかな。こっそり通ってたんだけど。すごいもんだ。おたちゅうさんってね、それは怖いけどさ、おたちゅうさんさ、深夜0時までやってんのね。で、深夜0時、私さ、深夜0時の残りあと15分だから10分15分で閉店だってなった時に、もう制限時間あと15分しかないのに、クロミちゃんのぬいぐるみ3個取ったからね、15分で。もう奇跡だった。その時はもうね、超奇跡、すごくない？一瞬でかっさらって帰ってきた。楽しいです。そういうね、フィーバーの時はね、あるんですけど、私も別になんかまあ趣味でやってるから特技まではいかないんですけど、特技と言ったらまだまだ半人前なんで特技とは言えないんですけどね、もっと上手くなりたいですね。ちょっと大きなおたちゅうさんができるということで、ちょっとね、給料が入ったそのね、その日におたちゅうさんに行って日々特訓しようかなと思っております。箱系が苦手なんでね。箱系最近もほら、アニメはあんまり見なくなって、箱系を撮ることがなくなったので、もう箱系はどうやって撮るのかがちょっと私は未知なので、いろいろ勉強してどういう風に撮るのか頑張りたいと思います。日々勉強ですね。 UFO キャッチャー置いてるところ写真が漏れますよね。あー、明るいからね。たてちゃんこんばんは。まーくんちゃんもこんばんは。超でっかいおたちゅうだからいいよね。この箱はいつでも取っていいよ。取れるかな、一発で取れるかしら。よちちゃんこんばんは。明日朝早く起きるのでね、じゃ15分経ったら終わろうと思ったら、ちょうど15分経ちそうですね。ありがとうございます。あー、リベドラちゃん、ワッショイギフトたくさんありがとう。皆さんぜひね、ワッショイギフト集めてるんでね、ワッショイギフトいただけたら嬉しいです。よろしゅう。
毎日配信おつたき様です。ありがとう。そんな風に言っていただけると嬉しいです。ああ、かりいいメモはシェアギフトありがとう。嬉しい。たくちゃんもワッシュギフトありがとう。まくんちゃんもワッシュギフト。みんなありがとう。嬉しいです。マジで。たくさんいただけるの嬉しいです。キビタン。キビキビタン。コンタクト取りたい。よし。2回行くか。髪の毛も乾かしたとこだし。上がります。切る？キラーちゃん、ここで寝るんですか？じゃあ今2回行きますからね。おやすみ。行く？迎えに。花になって人間ほら無邪気に笑う。おいで、おいで、行くよ。バイバイ。寒い。あと。よし。そろそろ寝ますか皆さん。短い配信ですけどもお付き合いいただきありがとうございます。コンタクト取って皆さんも寝る準備しましょう。もう1時47分、シンデレラタイマー終わってます。シンデレラタイマー10時かららしいですね。だから10時には寝ないといけないんですよ、シンデレラタイムは。シンデレラボイレージを回って腕の中で私を泣かせないで。お、ソリちゃんつたき様です。気づかない。そうだよ、シンデレラタイムって早いんだよ。つかないふりをしてそのままつけるタバコが大嫌い。池尾さん、つたき様です。幸せになりたかった？急に何？急にどうしたの？暗っ。
明日はね朝早い配信になりますので、9時かな、9時じゃない8時半ぐらいから配信できたらいいな。配信をするということを頭の中に入れといたら絶対に寝坊しない、絶対ではないな、まあ8割は寝坊しないな。配信で寝坊したこと何回かある頃8割は寝坊しないかもしれないけど。あ、ドラミュン2300回本をありがとう。キラ社員ポムさん、お疲れ様です。こんにちは。ノブロー V さんかな、こんばんは。駅売り推しありがとうございます。あお茶がうまい。あ、ドラミュン団子ちゃんありがとう。団子三兄弟団子地に刺さった団子、団子三つ並んで団子、団子醤油塗られて団子。切るわ、開けっぱなしドア寒いよ。みんな夜遅くのゲリラにもかかわらず見てくださった方、来てくださった方、本当にありがとうございます。そしてキラキラ、ギフティングポイント応援ご協力本当にありがとうございます。字枠はですね、お、ハチだ。え、ハチ起きてたの、こんばんは。ああ、ああどうしたの。うん、ハチお祭りギフトありがとう。この前ね、本当にこんな夜中に、前夜中にもう本当疲れ果てた配信を、疲れ果てた中配信をしたんですけども、本当にたくさんのねをタワーをいただいて、本当夢かと思ってた。私夢、ガチで夢見たんじゃないかなって思ったもん。こんな時間帯にこんなにタワーが立つことあるんだみたいな感じで、本当にびっくりしましたもん。ハチお祭りギフトありがとう。嬉しいですよね、何気ない時のタワーって。ガチイベのタワーもやっぱりね、そりゃ嬉しいですよ。応援してくれてるな、なって嬉しいんですけども、そういう時は何気ないタワーは、え、何が起きてるのみたいな感じになってびっくりしますよね。シンデレラボイで回って、パンダ丸アットチームフォーさん、こんにちは。みんなこんにちは、こんばんは。はぁ、眠たいね。2時になるまで配信しようかな。
今日は、まあ午前中っていうかは、ね、午前中は配信しながら準備して Get Ready With Me 配信して、でそしてその後に YouTube 撮影をおたちゅうさんっていうね、おたちゅうさんっていうアミューズメントパーク、まあクレーンゲームがたくさんある、クレーンゲームだったり、古着だったり、フィギュアだったりたくさん置いてある、ところにが新しく、リニューアルっていうかグランドオープン、新店舗がグランドオープンするんですけど、そこにね一足早く、YouTube 撮影をさせていただいて、UFO キャッチャーの YouTube を撮ってきました。皆さんぜひね YouTube お楽しみに、大滝さんチャンネル登録して待っててください。よろしくお願いします。でそっからバイト行って、今日も何気にバタバタでしたね。はい、今日も何気に頑張った日だと思います。一日バタバタでしたけど、まあすごくやっぱり私バタバタするの、仕事疲れって嫌いじゃないんですよね。疲れるけど本当に気力も使うし体力も使うから本当に疲れるんだけど、でもこの疲れはすごく成長できる疲れだと思っているので嫌いじゃないんですよ。成長疲れみたいな、成長痛ならぬ成長疲れみたいな感じで。ハチお疲れギフトありがとう。頑張りました。大滝ゆりあちゃん偉いです。自分を褒めます。褒めて伸びるタイプなので。バスルちゃんハートありがとう。スとかもキラキラありがとうございます。今寝落ちできるもん普通に。最初からこうなることは決まってたみたいに違う気でにゃ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 あ、イゼットちゃんこんばんは。ゆべにゃんちゃんもつたきさまです。おたきさんならきっと夢をきっとつかめるよ。ありがとう。パスルちゃんもね頑張れ一緒にね。YouTube おたきさんチャンネルというチャンネルがあるんですね。じゃあチャンネル登録しました。はい、あります。ぜひ皆さん拡散してください。皆さんの周りの人に拡散してください。 YouTube チャンネル、あ、マッキーちゃんから、マッキーちゃんじゃなかった、 EZ ちゃんから桜の花びらいただいちゃいました。教室の窓辺にはうららかな日だまり、あとわずかの春のカレンダー、授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね。その背中に夢の羽が生えてる。ちゃん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 、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、
どこかで誰かがきっと祈ってる新しい世界のドアを自分のその手で開くことを。ありがとう。ワンフレーズ一曲歌いちゃった。パチパチ。桜の木が生えますように私のルームにもたくさん。あ、たくちゃんありがとう、わっしょいギフト。桜がたくさん咲きますように。桜舞い散る中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。吹きやばない春の風、あの頃のままで。君が風にない、風には浮かみかき分けた時の甘い香り戻ってくる。二人約束したあの頃のままで。ゆるりらゆるりらゆるりら。桜っていい歌いっぱいあるよね。桜の花びら散るたびに届かぬ想いがまた一つ。もう眠たいのよ。寝落ちするかもこの配信。涙と笑顔消されてく。そしてまた大人になった。追いかけるだけの悲しみが。寝たら明日が来ちゃうよ。いや明日来ていいよ。明日があるさ、明日がある。若い僕には夢がある。もう2時過ぎたよ。お化け出るよ。よしみつ時になったらお化け出るってば。お化けより人間の方が怖いよね。なんで明日来ちゃダメなのよ。明日来てほしいよ。あ、しーちゃんから団子いただいちゃったよ。しーちゃんありがとう。いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。ウェイ。あ、なんか落としちゃった。ヘアアイロン。はい、キュート。スペシャルキュート。ありがとう。しーちゃんはいつもユリアのことめっちゃ褒めてくれる。しー、俺たちはいつでも二人で一つだった。地元じゃ負け知らず。そうだろう。また明日も皆さんに会えますかね。明日も皆さんに会えますか。明日の朝
明日は朝早くから配信するんですよ。時間なくて、配信する時間がなくて、明日はちょっと朝早い時間になってしまいますけども、明日は8時半の配信、朝の8時半の配信なんですけど、皆さんに会えますかね。夜もゲリラで配信するかもしれないですけど、また夜遅くになってしまうんですけど、会えますかね。明日は大切な人の大切な日なので、ゆりあちゃんにとって大切な人の大切な時間、大切な日なので、その日その時間しか配信できないんですけども、みんなに会えますかね、明日朝。みんなアラームかけて起きてくれますか。しーちゃん流れ星ありがとう。また明日会えるよね。会えますかね。アラームかけて会いに来てくれますかね。皆さん。寝ても寝なくても夜は明ける。急に何？どうしたの？病んでんの？どうしたん？大丈夫？アラームかけなくてもずっと起きてる。それは死んじゃうから寝た方がいいよ。はるか猫ちゃん、こんにちは。和尚ギフトありがとうございます。ずっと起きてたら止まない雨はない、明けない夜はない的な、当たり前のことを言うんじゃない。猫ちゃんは主ギフトありがとう。昆布ポン酢買いなって。昆布ポン酢、僕の夜は明けない、明けますから大丈夫です。明けますんで大丈夫です。明けましておめでとうするんで大丈夫です。カフアレルギーに効くツボをね、押して寝ます。ほんまでか TV でやってたアレルギー、花粉とかのアレルギーに効くツボを、足ツボを押してから寝ます。毎回最近は押してる。年上のお兄さん、年下の弟的な、当たり前のことを言うんじゃない。マスルちゃんハートありがとう。明けない夜明けのない夜はないさ、何それ、心配ないさみたいな。よし、まあ松田聖子の曲だったの、ごめんね。心配ナイスさん、ということで皆さん、今日も一日おつたき様でした。ゆりあちゃん配信を終えたいと思います。わっしょいギフト投げ残しないでしょうか。
よろしくお願いします。では誕生日発表します。13かまっくん、ありがとうございます。12リリチョンペちゃん、ありがとうございます。11リベドラちゃん、ありがとうございます。10位はるかねこちゃん、ありがとうございます。9位コスリンちゃん、ありがとうございます。8位かりん姫、ありがとうございます。7位タコちゃん、ありがとうございます。6位イーゼットちゃん、ありがとうございます。5位ドラミュン、ありがとうございます。4位ジュンくん、ありがとうございます。3位マッスルちゃん、ありがとうございます。2位シーちゃん、ありがとうございます。そして1位がドコ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 ちゃん、8位、ありがとう。誕生日皆さん、アリーナ席の皆さん、オストから応援してくださって皆さん、ポイント応援ご協力本当に本当にありがとうございます。字幕朝8時半から配信しますんで、ぜひとも朝8時半会いに来てください。業務一日お伝え様でございます。ポイント応援ご協力ありがとうございます。また明日もよろしくお願いいたします。優勝はゆりあちゃん、ありがとう。いつか M1 優勝を目指して頑張りたいと思います。スタキ様でした。ゆっくり休んでくださいね。ありがとう、ハチ。かりん姫もタクちゃんもおつたき様ありがとう。おやすみなさい、イゼットちゃん。タクちゃんもおつたき様ありがとう。みんなおやすみなさい。みんなもゆっくり休んでください。ゲリラ配信ありがとうございました。心配ないさ。しーちゃんおやすみ、ありがとう。箱石もおやすみ。おつたき様、ハチもおやすみ。おやすみなさい、ありがとうねー。